はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、とですね、昨日なんですけど、えー、まぁ、すっぱーいものがね、ブレインで、ブレインの至るところでね、発見されるというね、そういった記事をあげたんですけど、あれの続きの記事が出ました。はい、皆さん見に行ってください。どうやらね、結構これ大変な問題みたいです。っていうのは、いわゆるね、えー、脳のね、脳の関門ですね。 はい、門です。はい、ゲートです。そのゲートが、あーこの酸っぱーいあれによってね、酸っぱーいプロテインによって、どうやら、破壊されてるようです。はっかい。はい、えー。これが、あーね、なくなってしまうと、破壊されてしまうと、どういった状況が生じるかっていうことを、はい。こちらの方があ書かれていました。まあいろんな な問題が起きてきますね。まあ、いわゆる、神経系ですね。神経系の矢の舞ですね。あとね、えー、まあ、面のエッキーのね、えー、制御をしている、あの、まあ、サイトの会員ちゃんですね。あれの制御ができなくなるようです。はい。あれの、そういったもののね、制御ができなくなるようです。まあ、これ大変な問題ですよ。はい。えー、もしね、 あっち側が、この辺のことも分かっててね、ええー、まあね、えやったとしたら、そりゃね、とんでもなく、悪まんまんだということですね。はい。もし、ここまで分かってなかったんだったらね、まだね、えー、まだ、あーそれほど悪まんまでもないんでしょうけど、もし分かってやってたとしたら、 まあ、とんでもないということです。とんでもなく悪まんまんだということです。まあね、本当にね、えー、認めたくない人がいっぱいいるみたいで、はい、えー。まあ、いわゆるね、上、上ですね。我々の上にいる人間たちがね、悪まんまんだって認めたくない人がいっぱいいるみたいで、まあ、とりあえずね、アウト、あの、セーフとかね。えー、まあ、面白い現象だなと思います。 はい、えー、現実をね、そんなに認められないっていうのを、どうなんだろうって思います。日本人ってそんな、あれでしたっけ育児なかったんでしたっけはい。 すっごい育児なしばっかだなと思います。私、こういったね、えー、現実見たくない人がいっぱいいるってことは。はい。高だが現実ですよ。それを見るの嫌だっていうね、その育児がない人がいっぱいいるということですね。はい。まあ、育児がある人もいますけど、たくさんね。はい。たくさんではないとは思いますけどね。まあ、割合としたら少ないですね。 はい。まあ、そういうことです。まあ、神経系のね、矢の舞、激増ということでございますね。これ、大変なことになってきますよ。まあ、通りでね、通りでね、まあ、認知の症とかがね、増えるはずですよ。はい。えー、そういうことです。これね、本当にね、今後、日本にとって大変なことになると思いますよ。はい。えー、当たり前なんですけど、 おーまあね、えーえー、仕事がまともにできなくなっちゃう人が本当に増えていくということです。このあたりはね、まあ今日もね、ちょっと読んだんですけど、あのー、生チョコポンズさんのね、ブログね、えー、来ちゃってるなっていう感じです。はい。若い人でも、おなんか仕事上のね、えー、いろんなことが、ちょっとおぼつかなくなってる感じですね。はい。 まあ、そういう感じの記事が出てました。これ、脳に来ちゃってますね、脳に。はい。えー、そういうことでございます。そのうちね、えー、本当に社会を回す、はい。その基盤が、崩れていくと私は考えております。もうこれがね、えー、何ヶ月先か、あ、一年後なのかはね、ちょっとわかりませんけど。はい。えー、皆さんね、やっぱりげ、ゲの特訓ですね。はい。 デトックスたくさんして、こういうね、酸っぱーいあれをね、えー、プロテインをね、えー、どんどんなくしていかないと、大変なことになりますね。はい。まあ、胃の電子がね、もう、くみっと変わっちゃった人はね、本当に、えー、一生、はい、一生、このデトックスする必要ございますけど、 まあ、しょうがないです。これ、はい。えー、我々覚悟しないといけないかもしれません。えー、隣でね、あの、実は、あの、今ね、工事してるんですけど、時々ね、男の人がね、ゲーゲーって、ゲーってやる声が聞こえてきて、一体何だろうかって思ってるんですけど、もしかしてね、あの、匂いで気分悪くなってるのかもしれませんね。え二、ー、日酔いかもしれませんけど、ただの、はい。えー、まあ、そんなこんなでございます。はい。 こちらの記事もね、貼り付けておきます。はい。今後多分ね、その、いわゆる、いろんなことがね、できなくなってくる人が、これ、増えますよ。確実に。はい。影響がね、脳ですから。まあ、そういうことでございます。えー、なので、皆さん、備蓄しましょう。備蓄と峠デトックスです。これ以外ございません。はい。それでは、皆さんまた。 ごきげんよう、沖縄おばばでした。はい、お庭にね、こうやってねえ、少しでもいいんでね、植物育てましょうね。はーい。